はい、こう入った後水を通していいから、ボール離さない、足元から離すな、つけながらなるべく広場が荒れてると思うから、自分の色の人となるべく固まらないようにドリップしよう。ということは、ドリップこうやってやったらもう状況見えないね。顔を上げながら、例えばコーチが緑だとしたら、緑がこの辺3人くらいいるなと思ったら、こっち側に行くんじゃなくて、こっちであんまりない、全然いない方に行こうかなというふうに動かす。それを全員が意識してやる。なので周り見ないと、他の人にびっくりしちゃう。 OK、 もちろん2人3人いるのはしょうがないけど、なるべく広がる、この狭い中でね、意識して周り見てやってみましょう。はい、スタート。色を確認しながらやって、周りの人のできるだけ同じ色が固まっていかないように。もちろんさっきのドリブルは一緒で、もう当てないし、ボールが足元から離れない。他の人とぶつからないようにやるなと。はい、止まって、一回ストップ、止まって、止まって、はい、ちょっと周り見て、どうかな、何色固まってる、緑ちょっと今近いな。あ、いや、その2人が崩したらしょうがない。全体で全員ね。オレンジはちょっと広がって、緑見て、ちょっと緑同じく位置にいっぱいいるね。こういう状況にならないように、コーチが止めた時にさ、なるべくばらけるようにちょっと意識して周り見てみよう。このためには顔を上げると絶対できないよ。いいね。もう一回いきましょう。はい、スタート。スピード落としていいよ。周りを見る。あとボールのコントロールを丁寧にやろう。よくボールも出さない。ストップ。状況見て。どう？ちょっとバランス良くなってきた？はい、いいよ、いいよ、もう一回行きましょう。はい、スタート。もうね、どう？いいよ、いいよ、ちょうど見えてるよ。ストップ。はい、一回止まろう。今、翔太はすごい周り見ててね、あ、来てるなとかね、自分が行くことももちろんだけど、寄ってきてる人探してるよね。だからそうやって、他の人の同じ色の動きも見てみて、自分の方に来てるなと思ったら、ここにいたら来ちゃうから、離れていかないでしょ。OK、自分が行くことだけじゃなくて、周りが向かってくることも見てみよう。ラストラスト行きましょう。はい、スタート。他の自分と同じチームの色を確認しながら、どっち向かってるかなとかさ、人の流れ見てみて。同じ色の人寄ってきてないかな。なんかもうなおとくっついていってたらいつまでも離れられるぞ。他のチームの色見なくて、自分のチームの色見て。顔上げる、顔上げる、顔上げて、自分の色確認してる。もちろんぶつかるのもないようにね。なるほど、色がどんどん入れ替わらないといけない。で、出した人はもうその場合止まらない。パス出したら違うとこ移動して、またパスもらう。こう入ってもいいし。OK、はい、じゃあ行きましょう。はい、スタート。ボールは2球あるよ。当てないように出してね。はい、パス出したら移動する。はい、顔上げて、顔上げて。出した後必ず移動して、違うボールの方に要求してもいいから、なんかこう当たったりとかさせてるの見るからね、もうちょっと落ち着いてやろう。どうやったらまずボールが人に当たらなくなるかな。周り見る。何を見よう、周り見る。ただただ見るだけでいい。何を見たいの。見るっていうのは何確認してるの。何を見つけなきゃいけない。この練習で避ける仲間を見つける。仲間と、例えばコーチがハヤトから今ボールもらいたかったら、ハヤトコーチ見つけたら出していい。今出していい。出せないよね。なぜかやったらコーチの位置が人と被ってるよね。なので見つけないといけないのはさ、ボールとパス出したい相手の間にパスラインがあるかどうか。
もちろんこの間勇気がもしかしたら動くかもしれないね。だからこの選手の状況を見なきゃいけないけど、今早くやってみてます。いけないよ、今日はどうだね。ただこれ、王子からユーマも出せるよね、今。でも、後世には難しいし、多分ユーマにも難しい。OK、で、なお出そうと、なおボール持って。OK。なので、状況を見ないといけない。で、この時のパスライン、ここに線をさ、ピーって引っ張ってみて、ボール持ってる人と出す相手の間。で、この時に、これがちょっとでもかぶってたら、もしかしたらこれ出した人で当たるかもしれないなと思ったら、出さないのは、止めなきゃいけないね、けれどね。いい？じゃあ、今から、焦る必要ない。一回止めて、確認して、出す。で出した人はこれでおしまいじゃないから次はまた違うところに移動したりとか後ろの人のボールに、はい、もらいに行ったりする。じゃあここ空いてるな、じゃあまたもらいに行く、はい、この間通る、okay、これ今コーンとコーンの間取れたよね。じゃあここを取りに取りに行く。今みんな試合中にできてないことはボール回すときに、ね、動きすぎてる人が多い。動きすぎてるもらう瞬間には間入って止まるのも大事、止まって受けたらいいから。また違うところ探すね。OK。じゃあ今からちょっと止まる時間を意識してやってみよう。必ずパスライン、パスライン。分かった？ボール持ってる人ともらう人をつないで、そこから出してみよう。いいですか？もう当てないように行くの？はい、こう、はい、スタート。え？これいいの？パスライン必ず見て。はい。出す前に確認して。で、こうあるな、人あるなと思ったらずれて。ここで違うボールもらったよ。次そう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 、出す前には必ず確認して、もらう人も準備できてるかな。必ずパスライン1回でもらう人止まってみて。いやー結構今の厳しいな、今当たる可能性あったんじゃない、いろいろいっぱい聞こえたよ。もらう人止まったげ、パス受ける瞬間止まったげ、そこでピタって。そう、今ちょっと動かしたらよかったね、今ね。ライン取れてるか。
ディフェンス。